どうも、アイコをカブトムシ扱いするウリュウです。はい、今回は大学サッカー部コーチの一日、春休みの週末編をやっていきたいと思います。芦田マナーの、はい、素敵な日曜日で、ギュギュッと、起き越されて、開け方はローラね。で、全体重かけて、やっと、はい、やっとこさ、窓を開けて、朝一でさゆると。で、これはですね、前日持ち帰った食堂のご飯となります。この後食べました。で、ラップはこれ、ないから、アイシング用のやつね。見られてると思いますか、サッカー部は。はい、ここはですね、上部大学サッカー部の第3寮になりますね。上部大学は1から4寮までありまして、部員数は約230名。はい。はい、なんか、はい、プロテイン蹴りましたね、今。すいません。はい、チーム数は全部で6と。A から D が大学リーグで、FC NEXT が社会人登録となります。はい、大サービス、背中で語るタイプの、はい、長田から、はい、左右って、こっちみんなと。はい、冷蔵庫はこんな感じです。非常食。で、控えめにね、プロテインも喉越しします、僕は。何でも飲み物はね、喉越しするで定番なんですけど、入ってきます。出っ発です。いるかな、これ。うん、まあ、いるな。一応いるとこ。はい、食堂がガチャリと、こんな感じになってます。今日ですね、昨晩の夜飯と同じような、なんか茶色メインの、茶色メインって怒られるけど、はい、電子レンジはかけ放題です。はい、こんな感じで美味しかったです。かなり戦える朝食が寮では出ます。はい、群馬滞在中は車持ってなかったんで、コーチ陣の車に用意したと。たまにチャリも乗ってましてね。さあ、3周目決勝。まあでもほとんどチャリでしたね。どんなゲームになるのか。でもなんかさ、うまくいかない方が面白そうじゃない、今日のゲーム。うん。どう立て直してくるのかっていうところがさ。うん。あの、あいみょんじゃねえんだ。サウシーロック。深系昨日の練習全くしないと思う。いや、してるでしょっていうことだよな。ああ、はい、学校到着と。おはようございます。おはようございます。おはようございます。野球部の挨拶は各編でした。で、これがですね、スタッフの控室となります。あんま見せれないけどね。いや、大丈夫。本当に本当に大丈夫。いや、勝てきちゃった。あ、勝てきちゃった。俺の飲めない。そういうわけじゃない。飲めるけど、できるなら飲みたい。飲みたい、だよね。びっくりした。そうだよね。でも買ってきちゃったからいらないですよ。あ、そう。なるほど。飲みたくないから買ってきた。まあ、こんな感じのくだりをいつもやってます。バチバチに濃いのが出来上がった。はい、試合会場へ。ありがとうございます。はい、到着。すごいね。一瞬まで来ちゃいました。すごいね。決勝で会えるとは思わなかったな。なんと相手チームは上部 OB もいました。着替えとテーピングをざっとやって。ユウさんどこ行った？飲みすぎたんじゃね、昨日。すげえ、なんか、すげえなっちゃってるよ。先生でもまだ20歳になってないやついっぱいいんだよ。3年生ぐらいのちょっと変わるよね、うん、昨日のユウトじゃねえけど、うん、振る舞いっていうかさ、そう、ね、声の出し方とかさ、まあ、ちょっと集中しろやみたいな。多分90分勝負だと思う。いや、10分で前半でとか思ったら90分流れしっかり勝っていったらいい結果出る。間違いない。90分勝負、サッカーはね、90分勝負だから。はい、同じこと言いました。ナイスキーパー。ナイスキー。弾くとこない。弾くとこナイス。自分で言いますからね。彼レベルになると。はい。最後の確認をしております。みんないい顔してんな。はい、キックオフで。相手選手が流血でいない右サイドバックのところを這いついてゴールと。この期間ね、相手一人少なかったんですけど、
ここからえぐりました。丈夫流です。これが相手の弱み成分をね、あのえぐるっていうね、あの傷口に塩を塗るタイプ。ラクルはまあそうですね、フォームですかね。俺も誰、はい、誰か分かんないけど OB が来てました、はい、5対0勝利です。よいしょ、よし、いいゲームでした。外しちゃったじゃ最後。いやできねえかこいつら。20人全員ハニカミ集団、はい、OB ご苦労。12時45ぐらいには集合ですか、うん、はい、この後は他のカテゴリーの練習で。飯どうします。はい、マッハで帰りました。学校到着。ちなみに上部大のサッカー部バスはこんな感じで可愛いです。はい、昼飯を買いに。あーカードで。ユキチにね、悪い気、なんか悪い気するけどね、まあ、いつもカード決算でもう罪悪感でいっぱいだったこの時。はい、学校到着。3度目のなんちゃら。はい、戦えるやつを吟味して選びましたよ。これうまかったね。もう僕の人生観ぐらいね、程よく甘かったです。出てけよ早く。怖いね。出てけ。怖。それ俺に言ってる？違う。危ねえ。びっくりした。焦っちゃったよね。もう今でも震えるもん。俺の作るコーヒー飲めない。いや本当いる？本当ならちゃんと作る。いや大丈夫。断られるのは慣れてます。はい、練習終了。芝ね、人芝2名あります。もうコーヒーないと生きていけないんだよね。はい、カフェインがないとやっていけないたち。あ、マネージャーね、ありがとう本当に。まあ、練習メニュー考えたり雑務したり。あ、これはもちろん盗撮です。マジか。これね、俺7万もらってもね、このあの鳩を捕まえるのが無理だわ。はい、この子はね、この件があって一気に B チームまで上がりました。はい、自主練と。この時ね、まだ、前十字明けでサッカーできなかったんで、今じゃね、こんなのカレー食いながらできますからね。ただのカレー好き疑惑も出てますけど。はい、ナッツ食ってキロと。長期的に良くなるって信じて一個一個やってるからさ、別に今のもう目先の結果なんかどうでもいいんだけど、うん、はい、キロに立った後、夕食は、まあ、戦えるこの寿司屋。3代目、鶴はマグロ盛り。彼らはね、まんまでいいですか。僕の地元の後輩であり、上部大サッカー部の後輩なんですよ。たらふくぐって買い物をして、シャワー、洗濯と。これ見て。そんな最初はずっと繰り返したね、細かいとことか。試合 ID が終わった後は全部レポート自分で書いて。マジでオタクだよね。試合ごとに全部レポート超あるのね、これ。想像の斜め上来た。単純なこうなんていうの、段階的な区分け、うん、なんか議論始まるのは定番です。それに重要なのがさっきのプレイモデルとか、最終的にこれをやるために今これをやるべきだよねっていう。なんかトリビア風に、はい、切ってから。はい、夜もさすがにね、さすがにサイズ。おっと、俺の人生ぐらいのアンバランスサイズ。はい、このノリさっきも使ったような。鬼の扁平足持ちなんで、グリグリと、あの悲鳴が上がるぐらいやりますかね、こいつら。マッサージして、はい、ストレッチ。体柔らかいんすよ、その辺の軟体動物ぐらい柔らかいよ。よっしゃい。で、膝、はい、低周波で治療と。11時に就寝。はい、そんな感じで、あっという間のね9分間でした。よければチャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いします。それでは。